結婚当時のマリアルイサ、アントン・ラファエル・メングスが、1765年長身、マヌエル・ゴドイ、1790年、マリアルイサ、ゴヤの原画をもとに、アグスティン・エステベが、制作、1800年、マリアルイサ・デ・ボルボン・パルマは、スペイン・オカルロス4世の日。パルマ公フェリペと、フランスをルイ15世の娘、ルイーズ・エリザベートの間の次女。 両親が1748年のエクスラ、シャペル条約に伴って、イタリアのパルマ公爵領を授けられていたため、マリア・ルイッサは、パルマに生を受けた。洗礼名は、ルイサ・マリア・テレサーナと言ったが、マリア・ルイッサと呼ばれた。同い年の兄・フェルディナンドと共に、フランス人哲学者コンディアックに教育された。母は、マリア・ルイッサを��愛し、自分の老いで、 フランス王位を継ぐことが予定されていたブルゴーニュ皇、ルイ・ジョゼフと婚約させようとした。しかし、ブルゴーニュ皇は1761年に9歳で溶接した。翌1762年に、スペイン王カルロス三世の次男で、父方のいとこにあたるアストリアス公と婚約した。マリア・ルイサとアストリアス公は1765年9月4日、ラグランハ宮殿において結婚した。 姑の王妃マリア・アマリアはすでに他界していたため、マリア・ルイサは最初からマドリード宮廷の女主人であった。ただし、王妃となるのは1788年まで待たされた。マリア・ルイサの要望は、スペイン人の有名画家フランシスコ・デゴヤの手になる何点かの王妃の肖像画によって有名である。彼女は多くの同時代人から醜く、意地悪で素やな女性であり、 夫である国王を完全に支配していると、みなされていた。マリア・ルイサは、スペインの社交界においては、アルバジョ公爵、オスナ・女公爵と歯を争い、また王族間では、義泣いのナポリオーヒ、マリア・カロリーナと張り合おうとした。彼女の養殖は14回もの旅重なる、出産によって、著しく衰え、歯さえも失った。しかし王妃は少しでも美しく見せること、 美しく着こなすことに多大な努力を傾けた。彼女の自慢は美しい腕で、腕を見せるため彼女は袖の短いドレスを好んできた。夫を尻に敷いたマリアルイサは大勢の男と不倫関係にあったと信じられていたが、マリアルイサが愛人を持ったという証拠はどこにもない。最小のマヌエル・デ・ゴといが王妃の愛人だという噂は誠しやかに囁かれていた。 マリア・ルイサは存命中も、そして死後長い間歴史家たちの間でも、極めて評判が悪いが、それは、真偽のほどが不明なゴドイとの愛人関係の噂と、スペインにとって結果的に悲惨な事態を招くことになった親、フランス的な外交政策を支持していたことが、理由だろう。1792年には、王妃は、自らの名を冠したマリア・ルイサ貴婦人勲章を創設し、 この勲章は女性のみに与えられた。マリア・ルイサは、アストリアス公、フェルナンドの最初の妻、マリア・アントニアを激しく嫌った。マリア・アントニアが、母親のナポリオン妃マリア・カロリーナにそそのかされ、スペイン宮廷の女主人の地位を奪おうとしていた、ためだった。もっとも、マリア・アントニアは、腰入れしてから数年後に、王家の四次を産むこともないまま早死にした。 アブランティス公爵夫人の回想録によれば、マリアルイサはこの木に入らない嫁を毒殺したと噂されたというが、その証拠はどこにもない。1808年に夫カルロス4世がナポレオンの圧力で位を容疑なくされると、マリアルイサは夫及びゴドイと一緒に亡命生活を送ることになった。ナポレオンの軍隊がスペインを支配するようになると、 スペインで発行されたパンフレットの中には国家の破滅の原因を王妃に帰するものも出回った。マリア・ルイザは最初フランスで、ついでローマで暮らし、1819年の年明けにバルベリーニ宮殿で死去した。夫のカルロス四世も妻の死の3週間後によう、去った。ありがとうございます。